いいねいいね。庭に風呂、こんなこと一人じゃなきゃ絶対できねえよな。目の前の景色もいい感じじゃん。生き返る。うん、気持ちよさそう。私も後で入りたい。なんだあんたら。あ、もしかして。何よ、幼なじみの顔忘れた。あ、あんまり美人になってたからわからんかったんやろ。一人暮らしをしたいなら田舎の実家にしなさい。今誰も住んでないからちょうどいいじゃない。嫌ならついてくればいいでしょ。そう言って両親は仕事で海外に行ってしまった。ったく俺は都会で気ままな暮らしがしたかったんだ。毎日友達呼んで遅くまで遊んで騒いで、彼女とかも呼んだりしてさ。いねえけど。じゃあもう汚ねえな。だよこの埃の山は。ここは俺たち家族が8年前まで住んでた家。東京に越してから約8年、そんな長期間放置されてりゃ痛むのも当然だわな。愚痴ってても仕方ねえ。こうなりゃ好き勝手やってやる。いいこと思いついた。お、出た出た。よーし、露天風呂完成。で、まだ全然引っ越し片付いてへんのに一風呂浴びてるんや。そういうアホなところは相変わらずやな、レイちゃん。でもほんま気持ちよさそうやな、これ。後で入ろっか、志保。そんなことしてたら日暮れるで。もう、愛想ないな。緑は俺と同い年、志保が一つ下。今日は俺が引っ越してくると聞いて手伝いに来てくれたんだが。いやー、しかしほんますごいな。チリも積もれば大山脈か。コナンやったら先に掃除だけでもしといたらよかったな。なあ、レイちゃん。何？片付けが一段落ついたらあのお風呂入ってもええ？ああ、いいけど。一緒に入る？あのな。あ、いいよ別に。今日はサンキュー、助かったよ。ほな、また後で。くわははいて。おっ、寝しまった。くら、何時だ。あー、時計まだ段ボールだ。あー、もう何やってんだ俺。緑来たのかな、もう来ないのかな。いた！どうしよう。このまま行っていいのかな。やっぱ風呂は風呂で、その後は別なんじゃ。って、何言ってんだ。ここまで来てビビるな、俺。ほな、私帰るから。風邪ひかんようにな。死ぬほど気持ちよかった。あ、しばらく動きたくない。来とるん？緑？ちょっと待って。だから待っててば。パンツ。なんや、お風呂入ってたんかいな。なんだよこんな時間に。何って、後でお風呂借りに来るって言うてたやん。あれ、もう入ったんじゃなかったっけ？なんで知ってんの？レイちゃん寝とったのに。いや、そのまさか起きて覗いとったんとちゃうやろね。バケ、そんなことしねえよ。どうやろな、昼間一緒に入るって約束してるしな。でもそのままお相度胸はなかったか。度胸はあったさ。まあええわ。え、うん、なんでもない。なあレイちゃん、ちょっと散歩でもせえへん？涼しくて気持ちいいな。
そういや志保のやつどういうつもりだったんだろう。人違いで襲っちゃったのに拒むどころか自分から迫ってきたような。結局あの後何事もなかったかのように帰ったけど、あいつ俺のこと。もう姉ちゃん、うん、ちょっと何ボケっとしてるんよ。ちゃんと人の話聞いてよね。ごめん。もうええわ。ほら着いたで。着いた。学校。懐かしい。変わってねえな。そうそう、こっちにプール、それから向こうの裏山とか覚えてるわ。よくみんなで遊んだよな。あれ、この教室机が一つもないぞ。うん、今この学校に小学生おらんからね。え、なんで。一言で言ったら過疎化ってやつかな。村からどんどん人がいなくなってるんよ。私らのとこも来年あたりよそと合併かもしれんし。え、マジで。うん、マジ。でも最後の最後にええことあったから。いいこと。レイちゃんが帰ってきてくれたもん。これは最後に思い出をいっぱい作れっていう神様のおぼし飯なんや、きっと。緑さあ、どんな思い出作ろっかな。やっぱりあんなことこんなこと。そういやもうプールの季節か。泳ぎたいな。うん、ほな泳げば。うわっ、なんだなぁ。こんなことされても俺。レイちゃん、次は私にやらせて。え、レイちゃんの舐めてもね。舐めて。いや、すごい。レイちゃん、あれだけ出したのにまだ中で固いままや。緑が気持ちいいからだよ。嬉しい。